箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟は24日、第101回大会、来年1月に3日、で2年ぶりに編成されてオープン参加する関東学生連合チームの登録選手16人とスタッフを発表した。予選会で敗退したチームの選手で編成され、本戦出場経験がない選手が対象で各校1人、外国人留学生を除く。 予選会個人成績を参考に選出された。予選会個人22位と検討した筑波大の小山陽成、3年、が一番手で選出された。1秒差で時点の11位で惜敗した東農大の小指、小挿、徹監督、60、が連合チームを指揮する。予選会で12位だった明大の山本郷監督、51、と同13位だった国士館大の小川博之監督、 46がコーチを務める。熊本・八代高を卒業後、人並み熊本大・九州大大学院を経て東大大学院に進んだ29歳の、ベテラン学生ランナー、古川弘明、博,明博士4年は5番手で選出され、待望の箱根駅伝デビューに近づいた。古川は98。 99回箱根駅伝でも連合チームの登録メンバー16人に入ったが、出走はできなかった。今度こそ走りたいと強い思いを持って予選会に挑み、最初の1キロは外国人留学生と並び、トップで通過。その後、すぐに苦しくなりました。10キロ地点では全選手の中で僕が一番苦しかったかもしれません。でも、 その中でゴールまで粘ることができましたと会心のレースを振り返る。1995年10月9日生まれの古川は、予選会の10日前に29歳の誕生日を迎えた、ベテラン学生ランナー。熊本、八代高卒業後、一郎を経て熊本大教育学部障害スポーツ福祉課程に入学。卒業後、九州大大学院人間環境学府に進学。 そして、2020年に東大大学院の総合文化研究科広域科学専攻博士課程に進んだ。高校を卒業し、すでに11年目。どれだけ勉強が好きなのか。高校の頃、勉強は好きではなかったけど、学べば学ぶほど勉強が好きになりましたと笑う。来春、京都の国立大学に博士研究員として赴任。いよいよ、学生生活を卒業する。 長かった青春時代の締めくくりとして夢にまで似た箱根駅伝をかける上り坂も得意なので僕も意識して走れる準備をしますと目を輝かせながら話した古川が普段一緒に練習する東大の秋吉拓馬3年は1時間5分30秒で個人77位連合チームには11番手で選出されたゴール前は力を振り絞ることができましたが 中間層でタイムが落ちました。連合チームの10番手に入りたかったですねと少しの後悔をにじませて話した。秋吉は22年に兵庫、六甲学院高から東大理科一類に現役合格。現在は工学部機械情報工学科で学ぶ、1500メートル3分48秒33、5000メートル13分53秒28、1万メートル 28分49秒27、ハーフマラソン、1時間3分17秒、の4種目で東大記録を持つ文武両道ランナー。登録16人から出場10人への選考方法次第では箱根寺デビューの可能性も残っている。これまで、連合チームは前身の関東学連選抜含めて、学習院大発の箱根駅伝ランナーとなった川内優三37、 イコール、愛いい日生童話損保イコール、東農大時代にはチームとしては箱根駅伝に出場できなかったパリゴリン男子マラソン代表の小山直樹、28、イコール本大コールら実力も魅力もある選手を生んだ。2年ぶりに結成される関東学生連合チームの奮闘は、第101回箱根駅伝の見どころの一つとなる。